二人のお名前の方を手に。はい、リカヌンとミカ、違う、M です。今日は何のキャラクターですか？はい、プリパラというアニメの、アロマとミカンです。コミケは今回で何回目ぐらいですか？3回目ぐらいなんですけど、はい。他にはどういうところでコミケされたりですか？普段大阪に住んでいるので、はい、スタジオだったりイベントだったり参加してます。なんかコスプレ歴は何年ぐらいになりました？コスプレ歴も3年ぐらいですかね。なんか始めたきっかけっていうのアニメが好きだからです。なんか初めてやったコスプレ、初めてやったコスプレは男装でテニスの王子様でした。ボーカロイドです。なんかコスプレの衣装って何着ぐらい持ってたりしますか？今まで多分20着以上作りました。今回のも作りました。キャリーバッグをご利用するときは、どのぐらいの安全に10着ぐらいですかね。なんか好きなアニメとかゲームとかってあったりしますか？今は2人ともプリパラです。それ以外にはない？いろいろ見るので、はい、女の子が可愛いアニメが大好き。なんか今後挑戦してみたいって言ったりしますか？衣装を作るのが好きなので、難しそうな装飾のたくさんついた感じのが、はい、やってみたいです。何かやりたいですか？かわいいの？かわいいやつ、いろいろやりたいです。なんかあと最後に、今後どういうコスプレイヤーになりたいか、ね、そうですね、なんか何かわいいって言ってもらえるのが一番ですね。